ワンピース、ジンベイという麦わら一味の、新人。この新人麦わら一味に、加わったんなら色々と覚えるルールがあると、思うんだ。まず船長は基本バカだと、思っとけとか。波には逆らうな。料理は全部食べろ。遺跡を戦闘の余波で壊すな。ここら辺はまず覚えておかないと。1、船長はバカなので、フォローの準備を、しましょう。2、戦闘員は方向音痴の、バカなので動向を把握しましょう。3、コックは女好きなので、戦いの際は前提でマッチアップしましょう。お小遣いが欲しいなら波に、聞け。ロビンちゃんは割と天然とか。フランキーは稀にはイテンションになるので、無視しましょう。みかんは触るな。ウソップの言ってることは大体嘘なのでいちいち驚くな。骨は適当にあしらいましょうとか。ちょっと待てじゃあゾロは何のために、おるんだよ。戦闘まで寝かせとけ。迷ったらまず波に話を、聞きましょう。ゾロが常識人枠に見せかけて、ルフィと同レベルの強人なのは割と、初見殺しだと思う。大概のトラブルを武力で、切り抜けられるから賢くなる機会がないんだ。宴はたまに中止になります。一味屈指の常識人だから多分規則とかは全部律儀に、守ると思う。いうやつによって矛盾する規則が、出てきて混乱しそう。一見そうは見えないだろうけど、何かあったらとりあえずロボに、相談しろ。何気に命に関わるタブーといえば、一味はコーラを飲んじゃいけないとか。ロビンちゃんも元は結構ワンパクなのは罠だよね。罠しかねえなこの一味。酒と女と金にがめついのがいるって、海賊みたいだな。いつで死ぬんじゃないかジンベイ。医療担当に関する規則はないのか。とりあえずチョッパーの言うことを、ちゃんと聞いとけばいいし。船長に美味しい肉があるとか、言うな。剣士に強そうな剣士がいるとか、言うな。航海士にお金がたくさん儲けられそうとか、言うな。考古学者に遺跡のことを、話すな。女の子がいるとコックに話すな。ここら辺守らないと暴走するから全力で、止めろ。あの一味の IQ は全員で、分けるものだよね。みな一人になって頼れる仲間がいなくなると、冷静になる。ゾロは守るべき人間がいなくなったらポンコツ化するってのが、罠すぎる。能力者が海に落ちると、他の能力者も助けようとして、海に溺れることはよくあるので、注意しましょう。落下事故はもう安心だろう。船長と右腕の剣士を、二人きりにするな。あの二人一番一味で IQ が、低くなる組み合わせだ。今船長をボコボコにしてる航海士は船長に、住んでる町ごと助けられたんだ。まあその航海士の町を、めちゃくちゃにしたのはこの新人の弟分たちで。刑務所から出所させたのはこの新人なんだが、まあとりあえず迷ったら航海士に、聞いておけば大体どうにかなる。あの一味ナミさんいないと統制取れないのでは、ナミさんは基本まともだけど、お金儲け絡むとバグるのでちょっと、危ない。今はルフィが言い出す前に、キャンプファイヤーの用意しそう。ロビンちゃんはミステリアス美女の、皮をかぶった。脳内ホワホワ可愛いもの、好きやんちゃガールなのも大分罠だと、思う。察しのいいインテリなのも事実だから脳が、混乱する。真面目に全方位でブレーキかけれるの、フランキーしかいないのでは？麦わらの一味という括りには言った時点で、ギャグ漫画空間に入れられる可能性がある。頭を花畑のロビンちゃんは初見殺しにも、程がある。危険を避けること以外の情緒が、割と少女のまま止まってるとこあるよね。ジンベイも若い頃は目つきが、怖くて尖ってたのが、いろんな経験を積んで丸くなった苦労人って、感じで好き。ひょっとして今のところジンベイが、一味の中で一番まとも、というかジンベイ真面目すぎない？真面目すぎてアウトローのふりするの、苦手な弱点がある。ルフィとゾロはお互いにこいつが、いれば大丈夫って信頼しきってるから。なぜか二人揃うと知能ゼロになる。長いこと協力者だったけど、正式加入が終盤になったのは、人格面も戦闘面も、スペック高すぎるからだし、麦わらの一味に慣れてないという唯一の、欠点はあるけど、フランキーが一味内でトップクラスに、まともな方とか気づけないよなぁ。ナミさんが特に知能面の、生命線だなこの組織。おのおのそれなりにまともなんだけど、ルフィを愛で止められないと、マジで死ぬ。ジンベイは多分ナミさんにもらったお小遣いを、貯金箱に入れつつ、ルフィが肉食べたいとか言えば、自分が買い与えようとするタイプ。身内に甘すぎるのが欠点でいいのかな新人。ゾロは稀に一味のまとめ気になったりするあたりが、罠。今回でかくて強くて優しい親父が、加入したからもう大変。
ナミさんはストッパーなんだけど、本質的にルフィが本当にやりたいことは止められないのがな。目的地決めるのは船長だからな。ロビンちゃんはクールビューティーなのに、船長のやること全く、止めないのどうなんですか。ロビンはあの風貌と知識量で、今青春を楽しんでるという厄介なわな。ロビンちゃんは意義大、して、人生を歩み出したからもう止められない。麦わらにはルフィを怒れる奴がいるけれど、ワートにはローを怒れる奴いるんだろうか。ルフィに船員紹介した時に、さらっと流されてローに怒ってたし仲は良さそう。ペット犬船には荷物運びもできるの、地味に頼れる。ロビンちゃん今アラサーだっけアラフォーだっけ ?30 とかじゃなかったかな。きっとのところはキラーが締めてくれるだろうし、ローのところは船長自身が、すまんって言うだろうし、ナミさん普段はこんな感じだけど、ウルティに脅されてもルフィが、海賊王になりますって泣きながら言うのめっちゃ重い。ヤマトなんぞ加入したら定期的に、男組と風呂入ろうとして、サンジが死ぬだろ、ブルックはダメな方向に行きそうなの、予測した上で船長判断を、優先する感じ。いざとなったら私がフォローすればいいですねよほほとか、思ってそうだ。まあ実際しっかりフォローできる実力者だからいいけど、確かにヤマトとジンベイ同時加入したらキャラが、大消滅して二人とも、安っぽい扱いになりそうだからよかったと、思う。基本的にどのメンバーも二人以上いると、急激にポンコツになるけど、一人だけだと IQ が爆上がりする。ブルックはホールケーキアイランドで、ロードポーネグリフの写しを、手に入れるところでちゃんと、大人やってるなってなったよ。味方への物理的なストッパーアプリが、見てるとはなわなって相当エグい能力だよなって。空島編で雲海に溺れたウソップ助ける時の、動きとか好き。骨は割と上下関係とかは明確に、分けるタイプっぽいからな。ブルックは一番船長として、ルフィを立ててる。その次に船長として見てるのが、ゾロだと思う。フランキーはなんとなく冒険終わったら肩着に、戻りそうな雰囲気があるからあれでいい。ジンベイは妙に甘く見られてるよね。7億クラスの危険性はありそうなのに。自分から暴れるタイプじゃないから政府からの、危険度は低い方だろうな。ここまでサンジがブレーキ液になるならないの、話なし。女から身以外ならブレーキになると、思う。ウソップ離脱関連の時に、最高のストッパーしたからブレーキになりそうで意外と、冒険も喧嘩も大好き野郎だから、でもナミさんと一緒に財布は握ってる側だと、思う。サンジはブレーキ液になるには他の、メンツと比較しても情が、深すぎる気がする。サンジは一味の道徳規律にはなるけどそれ以外は特にねえひょっとしてこの一味って、ブラック企業なんじゃ。サンジも一狩りさんとかでもない限りはまず止めない方だぞあいつ。この世界は突っ込みに回ったら負けだ。暴走しがちな飯関係で、財布握ってるからサンジはページの、外で奮闘してると思われる。買い出しとか絶対ひどいことになってるぞ。毎晩毎晩つまみ食いに来た悪漢どもと、戦闘してるからな。多分次に加入する女性枠がいたとしてもそれはヤマト、自称光月おでん。だからな、フランキーはほんと真面目だし義理とかもわかるやつだからな。ウソップ降りろの時にいてもちゃんと、筋通してたと思う。キラーぐらいまともなやつがいれば、線にいる時はゾロはなんだかんだでしっかりしてる。線の外にいると道に迷う。ゾロやルフィに食料の、買い出し任せるのは自殺行為だし。ナミさんやロビンちゃんみたいな女の子に、重いもの持たせるわけにはいけないしで。サンジとウソップとチョッパーあたりで、買い出し合ってるイメージ。チョッパーが荷運び役として、地味に頼れる。ジンベイが魚料理残しても、サンジは何も言わずに片付けそう。トップが仲間にボコボコにされてる組織なんてまずないからな。よくここまで生きてくれたなこの一味、冗談抜きでナミさんがいないと、100回は死んでた。未だに作中最大の。危機にしょっぱなの。ルフィとゾロだけの後悔という名の、漂流がランクインしてくるのどうかしてる。普段の波は頼れるけど、本格的な一味の危機だと、おろおろしかできないので気を、つけましょう。戦闘時はすごい頼れるけど、日常生活では男どもは基本使い物にならんからな。ルフィとゾロ二人で後悔してた時が、多分一番の一味の危機。あの二人仲良いから二人行動見たくはある。もしやこの一味以外はまともに、舵取りできるナミさんがいなければ、何もできなくなるのでは、そこに2位加入した文字通りの、総立てが頼れる。仲間意識は文句なしに、ガチガチだからな。ナミさんとめっちゃ初期に、出会えたのが一番の幸運では?となるな。
この一味なんだかんだ単独戦闘力が高くて他人を頼ることをなかなか覚えねえのが結構致命的なとこある。ちなみにルフィとゾロはお互いを信頼してあいつがいるなら大丈夫だろって思ってるぞ。よくあいついらないとか言われるけど、実際は逆に人手が欲しいくらいレベルでガタガタすぎる麦わらの一味。ロボが比較的常識枠なの、大丈夫なの？ロボはあれでいて30代で荒くれ物まとめてた実績もあるんだぞ。ジンベイだけ欠点がなさすぎる。そうだぜ、わわわ。なんならジンベイも天然入ってるから結構危ないよね。ジンベイもこれからポンコツなとこいっぱい出てくるんだそうに違いない。ジンベイ仲間入りはちょっと頼れすぎるからこの終盤まで引っ張ったんだろうか。それはそう。わし船降りるで船底破って軍艦やら敵船やら沈められるのは強すぎる。一番頼れそうなのは外部のローっぽいのがこの一味のヤバさを上げてる。麦わらの一味参謀、ワートの海賊団船長トラファルガー、ロー。この新人地味にいないポジション枠で逆に新鮮だろ。2世代のサンバカは揃うと場所選ばずに海軍や四皇と張り合い始めるからな。ローはルフィと競り合ってる時の IQ 下がり度合いがいいよね。ローはあれでルフィより6歳ぐらい上なのに、あれ？そう考えるとウソップが一番まともなのでは。あいつは割とマジで縁の下の力持ちだ。フランキー車で仙台行くとかいろいろやってたんだぞ。今後船に乗りそうなの天然なやつしかいねえ。この世界で最も自由なやつが海賊王だって意味なら、確かに麦わらとバギーは最も海賊王に近い自由な奴らだよ。ナミさんいないと最序盤でのたれ死んでるからな。麦わら一味、金の工面と改善に、なんとなくここまで後悔できてるけど、そうだしってよく考えたら後悔しの次くらいに入れとかなきゃいけない役職なんじゃないか。序盤からゴムゴムの風船とか結構力技でごまかしてるけど、プロがいたら早かったんだろうね。剣士と狙撃手と考古学者以外は全部いるだろ。音楽かわいいだろ。考古学者いなかったら海賊王になれねえ。ボーネグリフが読めずに積む。ジンベイはルフィを甘やかしがちなのがギャグ展開になると凄まじいことになりそう。実際序盤からジンベイがいたら仮に戦闘能力が皆無だったとしても頼りになりすぎる。考古学者は海賊王になるには必須だぞ。医者なしによくグランドライン突撃したもんだよ。ソーダも大体ウソップがこなしてたんだろうな。ソーダ駅は大体ウソップ3時で起きてたらゾロもいるくらいのイメージ。サボが入れる場所はないんですかね。あいつはルフィのメンタルのために死なないことが一番重要かな。この漫画組織がどこもよきつらい。戦の規模の割に人手不足なの考えると、少なくとも序盤のメンバーはみんな指示があればある程度操船はできそう。睡眠時間見ると夜の見張りとかはゾロが率先してやってくれてるみたいだから、親分も手伝ってやってくれ。こいつ正直麦わら海賊団でも浮いてると思ってるんですがね。ルフィなんでこいつのこと気に入ったんだっけ。性格はいいと思うけどそこまで気に入る要素あるか。何度も命を救われてるんだが、落ち込んでる時に正面から叱咤してくれたのでかくない。考えれば考えるほど当時のグランドライン突入が見切り発車すぎる。肉体的にも精神的にもルフィにとってあそこのジンベイの存在はデカすぎるだろ。お宝のヒントがたくさん書いてありそうな考古学の知識はむしろ必須だろ。ロビンとフランキーはルフィの勧誘じゃなくて売り込みなんだよな。波は気にしないだろうけど故郷の話を振らないことだな。その話振ったら新人が死ぬぞ。なぜみかんの木が甲板に。フランキーはサニー号遅れた時点で大仕事だよ。俺この一味めっちゃ好きかもしれん。見習い母子はヤマトだろ。いつか入荷は知らん。多分だけどこの新人よりローの方が麦わら一味の理解度あると思うよ。付き合いが長すぎる。ガチガチの常識人には狭いな麦わらの一味。常識ガチガチに固められてたら海賊なんてやれないしな。そっちは海軍の仕事だしな。ルフィ以外だと魚と話せるチョッパーとは仲良くやれそうだな。